ルート7の近似値2.64575を用いて、ルート7マイナス2分の3の近似値を求めよう。うここの問題は分母を有理化しましょうという問題ではないんですね。このルート7の近似値2.64575を用いて、この分数の近似値を求めてくださいという問題です。 えそしてもう何もえヒントがなければですねこの値をここに入れて計算をしてえここから2を引きますから0.64575分の3をまあ計算してもいいわけですが分母の部分に小数が来たものの割り算をしましょうと言ったらやはりちょっと嫌だなというふうに思うんじゃないかなと思いますそこでここの分母についているルート7をなくしてしまえば要は分数を計算するのに 分母にルートがなくなななくるんじゃないかな小数の計算をしなくて済むんじゃないかなということからここで分母をを有利化してから近似値を求める要するに分母の中からルートの7を追い出してから、えー、入れても遅くはないということで分母の有利化をしてから近似値を求めるという考え方をここでするわけです。でここで改めてこの問題で。えー 近似値を求めるために分母を有利化しましょうと先ほどの分母を有利化しましょうって言ったときにここの部分の符号の異なるものを分母と分子にかければいいということでしたからこの場合ね、えー、ルート7マイナス2えー、この符号の違うルート7プラス2を分母と分子にもかけます。 え、そしてここを計算をすると、この場合は、和と差の積に、やはりなっていますので。ルート七の二乗、マイナス二の二乗ですね。え、そして上の部分は、そのままにして、括弧はつけたままにしておきましょう。え、そしてここの部分を計算すると、ルート七の二乗は七、二の二乗は四ですから。ここは七マイナス四ということで。 3になりますそして上の3をそのままにしておくとここで約分ができてしまうそしてここで計算をするとこれが7プラスになるとそしてこの段階で先ほど最初の問題にあったルート7の近似値2.64575をこの段階でこのルートの中に入れるわけ。 そうするともうこれはこれに2を足しなさいというだけの問題ですから実際にはここの部分の計算をするとですねこの問題は最初の問題としては分母を有理化しなさいという問題じゃありません。 この近似値を出しましょうという問題ですが先ほども言ったようにこの分母から近似値を入れて計算をするよりもは分母からその部分を 追い出してですね、えー、そして、えー、有利化をしてから金字帳を求めると、えー、この分母の有利化をするところ自体の計算は確かにしなくてはいけないんですが最後、えー、この2.64575という小数になった部分での計算は単に2を足してるだけと割り算も掛け算も何もしてないで済んでしまうと、えー、非常に その部分で計算としてては楽になっているこれは分母の有理化を習ってよかったなというのを実感できる問題ではないかなと思います。